はい、皆さんこんにちは。それでは実践力パワーアップ講座模擬講義を開始いたします。え、レクセンにこうした岡松です。よろしくお願いいたします。えっと約30分程度を予定しています今回の講義内容でえ、大体実践力パワーアップ講座のレベルを体感していただければと思ってます今回はテキストの中で連帯債務民法の連帯債務というところを取り上げて 講義を見ていただきますテキストのサンプルお配りしているかと思いますのでそちらの204ページ見てください。ページレンタル債務って何かということを大体分かっているかと思いますけどねまず204ページ。 はい、えっと私のクラスではこんな感じで前の画面に映してマーキングしていただきます。テキスト204ページ見てください。はい、こんな感じでマークそれから印をつけてみてください。テキスト204ページです。 まず連帯債務って何かっていうことですが連帯債務は債務者の数に応じた複数の独立した債務であるということで連帯という言葉はつくんだけど別個独立の債務です連帯という言葉で何かつながっているような感じがするけど別個独立の債務なので一番二番三番四番こんな特徴が出てきます以下はカットしておいてください五番以下はカット 例えば、1番各連帯債務者の債務の対応が他と異なってもよい別個独立の債務だからです。それから2番連帯債務者の1人の債務だけについて補償債務や物的担保、抵等権ですねこれを成立させることができるこんな特徴もあったりします、まあ、今回は模擬講義ですから3番、4番読んどいてください。 でこんな感じでマークしているところがまず A ランクで印をつけたところが B ランクカットが C ランクです復習の際はマークがついているところ印がついているところそこだけ重点的に読んでくださいでカットしているところ C ランクですから C ランクのところは、えー、もう読まなくて結構ですどんどん飛ばしていってください。 私のクラスではこんな感じで極力情報を絞り込んでいきます。ただし、そのマークしたところは正確に覚えてください。はい、それでは次のページ見てください。205ページ、205ページ。はい、こちらも冒頭2番ここはカットしましょう。2番の連帯債務の成立こちらカット。 はい、そして画面を少し変えます3番こちらこんな感じでマークしてみてください3番タイトル連帯債務の効力こちらタイトルそして内部関係というところはカットしてあと図の中こんな感じでマークしてください 者は連帯債務者の一人または数人あるいは全員に対して同時または順次に請求することができるそして、えー、絶対孔を持つものねこれが大事、えー、テキスト205ページのところね絶対孔を持つもの弁済・供託・大仏弁済 公開・総裁・近藤とマークしてくださいこれが絶対根持つものですマークを飛ばした弁済の提供と受領地帯これはちょっと細かい論点だからね飛ばしてもらって結構ですマークのところを覚えてくださいはい、そしてこれについては語呂合わせで覚えましょうこちら前の画面を見てくださいこれ実際の講義だと えー、補助教材という形でお配りしますで、その補助教材をこんな形で、えー、切り取ってもらって欄外に貼り付けていただきます私の講座の中では随所こんなパターンが出てきます補助教材を欄外に入れてねそれで、えー、情報整理していってもらいますこちら語呂合わせですがなので実際の講義ではこれをお配りしますからね、えー、まあ今は 見ておいてください。勉強大好き。同窓会、この語呂合わせで覚えましょう。勉強大好き。同窓会、これが絶対子持つもの、えー、勉強の弁は便座の弁です。今日は供卓の今大好き。これは大仏弁才。上でマークしてしまった弁済供卓大仏弁済この3つです。勉強大好き。そして同窓会。これは？ 近藤の同、総裁の、え、公開の会です。同総会。はい、これで覚えてください。勉強大好き、同総会。勉強大好き、同総会、そっちを覚えても、対応するもん、当然覚えてくださいよ。ね、勉強、あ、勉強じゃない、弁済、供託、大仏弁済。そして、近藤、総裁、公開。これが接待校。 その他相対項となります。じゃ、次のページ。二百六ページ見てください。はい、こちら、えー。今の絶対項の少し具体的な内容です。二百六ページ、こちらをマークしてください。 タイトル括弧一番公開。公開絶対項持つものです。公開。丸二番以下はカットしておいてください。丸二番以下はカット。丸一番。 公,と A との公開によって BC は債務を免れる公開は絶対公だからね同僧会の会です公開絶対公だから公と A の間に公開契約があれば B と C の債務も消滅しますそれが絶対公ということねほかに影響するということ総裁こちらマークしてください総裁 括弧2番総裁 A が総裁する場合と A が総裁を援用しない場合ここは2つ場合分けが必要です A が150万の反対債権を持ってます A が総裁する場合は全額総裁できます150万全額総裁すると BC もその利益を受けます BC も150万分債務を免れますこれ総裁が絶対効ということ丸二番はちょっと注意が必要な論点 A が総裁しないときです A が総裁しないときこのときは BC はどんなことができるか A の負担部分の限度で負担部分今回100万ずつとなってます A の負担部分の限度で他の連帯債務者 BC です BC は 債権者公に対して債務の履行を拒むことができます、はい、ここあの B さんと C さんはこの A の反対債権を使って総殺できるこれは間違いだから注意してください。BC はねこの150万の反対債権で総殺できるこれは間違い。そうじゃなくて債権者から請求を受けたときに 履行を拒むことができる、が正解です。履行を拒むことができる。はい、じゃあ、もう一つ、次のページ。二百七ページ。今度、こちらもマークしてください。二百七ページの今度。 公と A の間で近同が生じました公と A の間で混同,で混同例えば公が死亡して A が相続人となったそうすると債権者も A 債務者も A となりますそこで近同が生ずると公営官の債権そこをまず消滅します そしてそこが消滅するとその効果は B.C にも及ぶということ、B.C の債務も消滅します。はい、じゃとりあえずそこまでマークしてもらいましょう。じゃもう一回ざっと確認してみてください。二百五ページから二百五ページからまず冒頭はカット。 連帯債務の成立そこはカットしてまって次の図表これが大事なところ、えー、連帯債務の効力勉強大好き同窓会これが絶対項、内部関係はカットしておいてくださいそして次のページがその絶対項を持つもの,の具体的な図表公開公営館で公開があればその効果は BC に及ぶ丸2番以下はカットしてくださいそして総裁 A が150万の反対債権持ってますこれで総裁すると B と C の債務も150万分減るということそれが絶対こうということで BC がどんなことができるかこれは要注意で BC がこの150万の反対債権を使って総裁できるかっていうとこれはできません。BC ができることは債権者から請求を受けた時にその A の負担部分の限度で履行を拒める という効果ですはい、もう一つは次のページの混同次の二百七ページですが公営館で混同が生じたはい、そのときはそちらが消滅します公営館の再建が消滅そうするとその効果は BC にも及ぶということ BC のサインも合わせて消滅します はい、そしてテキストでこんな感じで勉強していただきまして、私のクラスでは過去問レジュメがついてます。テキストの順番通りに過去問の枝を並び替えています。これもサンプルを配布していますから見てください。えー、過去問レジュメのサンプル。はい、テキストで今ね、えー、絶対こう勉強しました。じゃあ過去問やってみましょう。 例えば、えー、過去問レジュメ2ページの P205、はい。こんな感じでキーワードを付してます。そしてコメントもついてます。P205、えー。一つ目の枝見てください。 A、B、C は D に対して連帯して1000万の貸し金債も負ってる。それぞれの負担部分が A、B が500万、C がゼロ、D が C に対して請求をしました。請求。D の A、B に対する債権の消滅事項は完成猶予されない。はい、これ正解。これはコメントをしてますように請求は相対抗 ということです請求はさっきの語呂合わせの中に入っていません勉強大好き同窓会の中ね、入ってないから相対抗あとの二つの枝も同じ趣旨です請求は相対抗という枝じゃあ、えー、と次のページ見てみましょうはい次は、えー 一つ目と二つ目の枝は承認です。承認があった。でその承認が他の連帯債務者に及ぶかという問題。はい、これはやはりコメントをしてます通り、承認は相対項。はい、その下並んでいるものは、えー、免除は相対項ですよという枝。じゃあ絶対項のものをちょっと確認してみましょう。 はいえー、サンプルレジュメの6ページ見てくださいレジジメ6ページの一番上 A が死亡してその唯一の相続人である B が A を相続 B は A の相続人として C に対して30万全額について連帯債務の履行を請求することができる。 はい、これ今度は絶対項ということを聞いている枝。枝今度は絶対校だから、えー、他の連帯債務者の債務も消滅しています。a の身体する際も消滅しています。なので、請求はできないということ。はい、こんな感じでテキストで勉強してその勉強した内容が直ですね。この過去問レジュメの方で確認していただける形になってます。この試験は本当に過去問が一番大事です。 ただ、えー、それが結構難しくてテキストで勉強しても自分で過去問集やっても順序が違うわけですテキストで勉強した順番通りに過去問が並んでいるかといったらそうじゃないからねなのでなかなか過去問のマスターが難しいというところがありますで、私のクラスではそこを何とか改善したいということでテキストの順番通りに過去問も並び替えています はい、これでテキストをやってすぐ過去問を解く力をつけていってもらえるそんな工夫を凝らしてますはい、だいたいこんな感じで実践力パワープ講座を進めていきますテキストは極力マークするところ絞り込んでいきますで、どんどん C ランク論点ですねカットする論点も増やしていきますそしてテキストで勉強して直ちにね過去問レジュメで問題を解いていただけるそんな形をとってます はい、そしてえっとぜひこちらの講座ご検討いただきたいんですが、今年の本試験おそらく皆さん受けられたと思います。で、今年の本試験受けられて私が一番実感していること、それはこの試験は基本が最も重要だということです。基礎が一番大事。でもし今年の本試験で問題を難しく感じたあるいは点数が取れなかった。 そういった人は何が欠けているかというと基礎です。基礎ができてないから難しく感じるんです。基礎ができてないから点数が取れないんです。で、えっ、ー、とこれが多くの人が間違ってしまうのが今年の問題、えー、本試験問題やりました。で、例えば午後の不動産登記知らない知識がいっぱい出てくる。なので、そういった知らない知識に対応できるように自分が知らない知識をどんどん 身につけていこうというと勉強でそういった勉強に走り出すといつまでたっても受からないです。そうじゃなくて普通に勉強するべき論点そこの基礎が本当にしっかり身についているのかそれを再度確認してほしいんです。ちょっと変な例えだけど料理を作る何でもいいんだけど焼きそばにしましょう焼きそばを作る。その時に 一人前、例えばこれが過去問としましょう。焼きそば一人前、過去問ね。でえもう一人前増やす。こちら当連当連でもう一人前増やす。でもほとんどの方が二人前になっちゃってるだけなんです。勉強が。でそれだと本番では役に立たないです。大事なことは味付けです。味付け。分量は一人前でいいんです。 たでその味が付いているかどうかってい,るかどうかというのはどういったことかというと今過去問レジュメの方でちらっと見てもらいましたが問題のポイントですこの問題今レジュメの方でポイントキーワードを記していましたけどねこの問題のキーワードポイントはどこかそしてこの問題は何を聞いているのか問題の趣旨は何なのかそれをよく考えながら問題を解くこと。 でその作業ができていたら本試験問題十分基礎知識だけで合格点取ることができます。はいそれ一つだけちょっと、えー、サンプルをね、えー、示させてください前の画面に移します。はいえー、っとこれは今年の本試験問題午後の15問です午後の15問。 でこの問題が勉強の指針を考える上で非常にいい問題。陶器の申請ができないものはどれか組み合わせです。陶器の申請ができないもの。えそしてこちらまず尾の枝見てください。尾の枝。これは改正論点で皆さん知ってるはずの論点。尾の枝削除により取り消した削除で取り消した。 その時に登記原因が錯誤、これ間違いです。これ鉄板の枝。これはバツが2個ぐらいつく枝です。これ年月日取り消しが正解。年月日取り消し。はい、なので。問題は登記できないものを聞いてますから。これは錯誤は間違いで、年月日取り消しが正しい。これバツと判断できます。そうすると。おがバツと判断できたら。 このどっちかです、ね、誤っている組み合わせ、ね、はもう2番か5番かどっちか。はい、そして、おえー、っとあの枝、はい、あの枝戻ってみますと。 はい、これ登記できるかどうか、あの枝。はい、あの枝は統計年月日増与。そして、こちら。一覧。全然知らないの話が書いてます。A. B. は年月日 A. の死亡に至るまで。 B が A に対して定期金を給付し A はその対価として高建物を当該定期金の元本として譲渡することを訳したこれで年額比増として登記できるかでこの枝です。でこの枝を考えるときにこれを知識として知ってないと解けない要はこの定期金云々という場合に登記円は何ですよっていうねその知識を自分が知っててそうでないと解けないということだと いつまでたっても点数は伸びないです。そうじゃなくて、これよく考えてください。簡単なことで。贈与。ね、贈与って何かってことです。贈与っていうのはただのものが贈与。ね。対価ないわけです。贈与は。ですよね。だから、これ、そこを分かれば。簡単に判断できます。対価として、対価として、こ建物を譲渡する。 対価ということは、優勝契約ということ、えことです。売買なんかのようにね。対価として建物を譲渡する。ね。その場合に、逆に。対価がない贈与です。対価がない贈与を原因とできるか。これはできるはずがありません。ね。なので、これは、そこ考えれば、ばつ。なので、言い換えたら、この枝は。贈与って、何かそもそも分かってますかって枝です。本当に基本的なこと。 はい、そういったねあの基本的なことができるかどうかだけです。ね、なのであれこれね、えー、いろんなことを手を広げて勉強する、そういった勉強だと役に立ちません。そうじゃなくて、必ず勉強しているはずの論点ね、それを問題解くときに少しだけ考えてみること。ね、この問題の趣旨は何かなっていうことです。それをちょっと考えること。ね、そうすれば本番でも今の形で、えー、あ この枝は、そんなことを聞いてるんだっていうことが判断できて、ね、それで成果を導く、ことができます。えっと、今の枝なんかは、正答率が四十八点九パーセント、非常に悪いんだけど。ね、まあ、今説明したような考え方で解けばね、全然、なんていうことはない、枝です。で、そんな形で、問題を解ける力をつけていってほしいわけです。で、それを目的としたものが、まさしく、この実践力パワーアップ講座、だと思ってください。 やることはもう基本です。基本ね。ただその基本をやるんだけど、その基本を勉強するときに表面的な勉強になってしまってないかということね。そこを気をつけながらやりましょうということです。さっき言ったようにその勉強に少し味付けをするね。過去問を解くときでも表面的に問題を解いて丸罰っという判断ではなくて、その解く問題が何を聞いているのか。 キーワードはどこかね、問題の趣旨は何か、そんなことをちょっと考えながら一緒にやっていきましょうということです。そうすればもうそれだけで十分合格点をね取ることができます。はい、実践力パープ講座ね、そんな形で皆さんの基礎力を再度しっかりと焼き直していく講座です。ぜひこちらの講座ねえ期待してください。そして皆さんとまた一緒にね教室で勉強できること楽しみにお待ちしております。 はいそれでは本日は以上ですお疲れ様でした。